皆さんこんにちは。行政書士合格の取説、野端のズバッと重要論点ポイント解説講義第2回目を行っていきます。よろしくお願いします。さあ、前回ね、第1回だったんですけども、今回第2回ということで引き続き憲法を扱っていきます。第2回目、表現の自由ですね。まあ、人権の具体的なところで、ね、自由権とか社会権とかありますが、まあ、その中でも非常に試験でよく問われている表現の自由について学習していきます。はい、取説のテキストは50ページですね。はい、50ページの3番、表現の自由です。で、今回もあらかじめいくつか書き込みをしておりますので、書き取っていただければと思うんですが、はい、表現の自由、結構ね、テーマがたくさんあります。表現の自由の中でもテーマがたくさんありますが、大きく2つね、ここをしっかりやっておきましょう。まず、そもそも表現の自由として何が保障されるのか、まあ、なぜ保障されるのかも含めて理解しましょう。そしてそれがどのような場合に規制されるのか、まあ、どういう規制方法があるのかについて見ておきましょう。今日はこの2点について大きく話をしていきます。で、51ページを見ていただきたいんですが、そう、まず、なぜ表現することは大切なのかということを示している講義図がありますね。自己実現の価値と自己統治の価値と。はい。で、自分が表現することによって、まあ、一つは自分が成長できると。まあ、人と議論を交わし合うことによって自分が成長できるんだという、まあ、この人格の発展につながっていくという、これね、覚えていただきたいんですが、自己実現の価値ね。だから大切だ。っていう観点と、例えば、究極の表現活動って、投票行為ですよ。選挙権行使する。はい。表現することによって政治に参加できるんだという、はい、自己統治の価値、二つの価値があるので、表現の自由は大切だっていう言い方をするんですね。で、どっちも大切なんですが、よりどちらが大切、重要なものかというと、はい、実は自己統治の価値の方が、より重要視されます。まあ、10と書いておきます。はい、10と書いておきましょうか。で、なぜかというと、やはり一票を投じることによって、日本の政治を変えていくことができるわけですよ。これがいわゆる民主主義ですよね。はい、自己統治の価値というのが、民主主義の前提となるからです。はい、なので、どちらも大切なんですが、自己統治の方がより重視されるということを理解しておきましょう。では、まあ、正しい、例えば政治でね、一票を投じるためには、正しい情報が入ってこないといけませんね。今の政府に都合のいい情報しか入ってこなかったらまずいので、まあ、正しい情報が入ってこないといけない。で、今、いろんなね、情報を知る媒体ってありますよね。ですが、まあ、旧来から現在にかけて、やはり、情報を送ってくるのは、いわゆる報道機関、マスコミだったりするわけです。はい。なので、下の方の、講義図解ですね。表現の自由と知る権利とありますけど、これは見ての通りです。例えば、政府に批判的な報道したら処罰するよ、なんていう規定があると、テレビ局とか新聞社、マスコミは、まあ、当然政府批判をしなくなります。で、政府は素晴らしいって情報を流し続けて、国民がそれを信じて、あ、今の政権正しいんだ。じゃあ次もね、この政権にやってもらいましょうって形で一票を投じるわけですよ。はい。正しい情報が入ってこないと、国の政治に対して正しい判断ができないんですよね。はい。そうなると、先ほど言いましたが、民主主義ですね。これが崩壊してしまうわけですよ。ちょっと大げさに書きますが、民主主義が崩壊してしまうんですよね。ですから、正しい一票、政治活動をする上では正しい情報が入ってこなければいけない。で、正しい情報を知るということも表現の自由で保障していきましょうということですとか、まあ、報道機関が報道する自由をちゃんと保障しましょうってことが一つこのテーマなんですよね。はい。で、
その上見ていただくと、まあ、具体的に表現の自由で保障されるものといって、まあ、いくつかありまして、当然これは赤シートで隠して保障されるかどうかを覚えていけばいいんですが、考えてほしいのはね、まず正しい情報を知る権利は当然保障されます。そのために必要な、まあ、報道機関、マスコミの報道の自由も保障されますってことは、ここはつながってるわけですよ。はい。まあ、こうね、報道することによって知ることができるでつながってますよ。で、報道するためには、当然取材もかけないといけないと思うんですね。はい。で、取材、報道、報道から知るってことなんだけど、例えば、知る権利、報道の自由は保障されます、憲法で。ただ、取材の自由は保障されないんですよね。十分尊重に値するって言い方がされちゃってるわけですよ。で、これ、下のところに少しあらかじめ書いておいたんですが、まあ、これ勝手に僕はつけてるので、ちょっと、学者が見たら怒るかもしれませんが、勝手に僕は人権の三段活用って言ってます。保障される、十分尊重される、尊重される。当然、保障されるが一番大きいですね。で、十分尊重、尊重でランク下がっていくっていう形です。なので、三段活用的に、知る権利と報道の自由が一番高いわけです。じゃあ、なぜ、取材の自由ってワンランク落ちてるのか、保障されないのかっていうと、はい。まあ、やっぱり取材することは大切なんですけどね。ただ取材するからといって、それこそ何ですかね、テロがよく起こっている地域に行くですとか、それこそウイルスがね蔓延している地域に行くですとかね、領土問題があるところに行くってことになると、国際的な問題になってきますよね。はい。なんでマスコミの取材の自由を保障した結果、国際的な問題になってしまって、万が一戦争が起こってしまったら、それ国民全体に不利益なわけですよ。なので、取材の自由っていうのは保障されないんです。十分尊重レベルで、何かあったら国が止めやすいという形になってます。はい。このつながりですね。ただ、十分尊重はすると。で、あともう一個、法廷でメモを取る自由ってありますが、まあ、勉強している方からすればレペタ訴訟の話ですよね。はい。外国人のね、弁護士の方が日本の裁判中にメモを取れなかったってことなんだけど、そのメモを取る自由っていうのは、まあ、保障されないし、十分尊重でもなく、三段活用的に一番下です。で、どうこれを考えるかというと、うん、実は、もうここで分かっていて、取材報道を知る権利。取材報道を知る権利って、ちょっと書いておきますと、この3つ目。はい。取材報道を知る権利って、最終的に表現活動のどこに行き着きます？うん。これは、自己統治ですね。自己統治の価値。につながっていくわけですよ。つまり国民の政治参加の方に直結していく流れですよね。だけど法廷でメモを取る自由、はい、法廷でメモを取る自由については、まあレペタさんがね、レペタさんがこう裁判所でメモを取ったんだけども、それって自分が弁護士であって、日本のね、裁判を研究したいってことでやってるわけですよ。もちろんこれアメリカに持ち帰って、いろんな学術書を書いたりとかするかもしれませんけど、それって政治参加に直結するわけではないんですよね。どちらかというと、自己実現の価値の方に向いてるわけですよ。はい、自己実現の価値の方向性に向いてるんですね。はい、ということもあって、まあ、人権の三段活用的には一番低いところに位置するわけですよね。もう一回言いますけども、取材報道を知る権利あたりは保障される、十分尊重されるのラインですが、法廷でメモを取る自由は一番下の尊重されるレベル、分けられちゃってるのは今言った理由だと思ってください。
はい、まずこういった基本の話なんですが、よく出てきますからね、ここをしっかり押さえないと解けない問題というのも出てきたりはします。そしてより具体的に、取材の自由が保障されず十分尊重でワンランク落ちていることに対する判例が次の52ページ博多駅事件でありましたよね。はい、まあテレビ局と裁判所の、まあ、ぶつかり合いですよ。まあ、裁判所は裁判するために、証拠のフィルム出してくれ、まあ、当時ビデオなかったのでフィルム出してくれに対してテレビ会社がテレビ局が断ったって話で、これも、はい、あらかじめ書いておきました。なんか前回のね、幸福追求権のところと同じような図だと思うんですが、大切なものが2つあるとき、それを天秤にかけて比べるっていう判断をすることがあります。これを比較考量と言いました。で、今回はマスコミ側の取材の自由、これ大切ですよね。ただそれと同じぐらい対立利益ってものも考えていかなければいけません。で、対立利益なんだっていうと、例えば括弧1番ね、公正な裁判の実現、証拠としてビデオフィルムをちゃんとね提供されたことによって公正な裁判ができるんだってこともあるかもしれませんから、それを考えていかなければいけない。あとは、ね、刑事捜査ってことを考えても、やっぱ捕まえる捕まえないの証拠のところでビデオテープがいるかもしれませんから、フィルムがいるかもしれませんから、その対立利益として考えるんだ、うん、で、もし対立利益の方が重くなれば取材の自由は制限されても仕方がないぞってことになっていきますね。はい。で、皆さんが勉強するものは最高裁判所の判決、判例ですから、そうなると、全部対立利益の方が重要視されていて、取材の自由が制限されるケースしか最高裁判決ないので、はい。そこをしっかり分かっていただければいいです。今回は、取説のテキストは博多駅事件しか挙げてませんけど、他にもこういった取材の自由と対立利益が問題となったことがあるんですが、もう全部対立利益重視ということで、取材の自由制限食らってますからね。はい。ちょっとこの辺は押さえていただくと応用が効きます。よろしいでしょうか。あともう一点、表現の自由で見ておきたいのが、もう一点、二点かな。54ページのところで、表現の自由に対する制約とあります。うん。まあ、当然ね、公共の福祉って概念がありますから、人に迷惑をかけるような表現活動は認められませんけど、じゃあ、それを規制するとき、どう規制するのかね。はい。規制方法といって、あらかじめここがポイントに挙げてますが、2つあります。内容規制と、内容中立規制。で、内容規制は分かりやすいです。中身を規制する、内容を規制する。つまり、こんな表現はしてはいけないぞっていうことを規制します。中身を規制。この発言してはいけない。こういったことを書いてはいけない。で、内容中立規制は内容以外です。だから、括弧の方が分かりやすいですか？内容は規制しないんだけど、方法を規制しますと。あとは場所を規制します。時間規制しますと。はい。なので、人通りが多いところで急にね、何か話し始めると混乱するので、その場所ではできないけど、他の場所ではできますとかね。あとは、夜中に演説されても困るので、時間を規制するとかいう話なわけです。はい。どっちが表現の自由に対して厳しい規制かといったら、はい。やはり内容規制の方が厳しい規制なんですよね。だって言いたいことが言えないわけですよ。ね。世代ですか？言いたいことも言えない、こんな世の中じゃ。ね。あと言っちゃうとなんかまずいので言いませんが。はい。内容規制の方が危ないです。ってことをちゃんと分かっていただければと思いますね。あとは、今回は触れはしませんが、55ページ以降のところでいくつか判例があったりしますけどね。それが内容規制の判例なのか、内容中立規制の判例なのかを押さえていただけるといいんじゃないかと思います。はい。せっかくですから、もう一点見ておきましょう。
57ページです。はい。検閲の禁止。検閲の禁止です。憲法21条2項で、検閲はしてはいけないってあります。で、それについて少し見ておきたいので、あらかじめ板書しておきましたが、いいですか？書き取っていただいたとして話を見ていきますが、まず大雑把に考えてください。ある情報が世に出る前に止める方が危ないのか、世に出てから止める方が危ないのか、世に出る前に止める方が危ないですね。例えば、ね、SNS、ツイッターとかありますけど、ツイッターって一旦これ、情報が出ちゃうと、削除されても、もうリツイートとかで拡散されてますよね。もう多分止まらないと思うんですよ。だ誹謗中傷とかツイッターでやると、もう手がつけられなくなっちゃうんですよね。うん。逆に、ツイッターで上げようかなという時に NG ワードがあって、それを上げることができないって言ったら、当然それを知ることができる人いなくなりますからね。やはり国が表現の自由を規制するときに世に出る前に止める方が危ないんですと。で、世に出る前に止めるものの一部として検閲という概念があって、検閲であるならば、まあ、絶対禁止です。例外なしと。で、ここで復習ですけども、裁判例で検閲ですと言った最高裁判決ありますか？まず、検閲の定義って分かりますか？はい。次のページですかね。検閲の定義1から6ですよね。これ全部クリアしないと検閲と言わないぞ。1から6全部クリアすれば検閲となって絶対禁止。どれか満たさないと検閲ではない、絶対禁止ではないんですね。はい、過去も見ていただくと、検閲の定義に当てはまっているかどうかのところから答えを問題作るってこともありますから、必ず検閲の定義は1、6しっかり暗記はしていただきたい。あとは判例ごとにね、どこに該当しないから検閲ではないのかってことがありますから、そこを押さえていただきたい。ですね。で、例えば、行政権が主体ではないが、裁判所が差し止めしている場合だと、検閲ではないですけど、それを何と言ったかというと、戻しまして、それを事前抑制って言ったわけです。事前抑制。なので、事前抑制のことはもともと書いておきましょうか。まあ、これは裁判所ですね。裁判所による、まあ、出版物の事前差し止めですか。なんですが、これ検閲ではないから絶対禁止とはなってないわけですよ。ただ原則は禁止ですと。まあ、例外があるってことなので、まあ、例外が何かってことは、北方ジャーナル事件がね、59ページにあるので、まあ、そこをしっかり見ていただければと思うんです。はい。今回はね、まあ、概要を示しておきますので、これを元に改めてね、検閲の定義ですとか、事前抑制の原則禁止を学んでいただきたいと思います。はい。ということで、2回目、表現の自由は以上ということになっていきますね。どうですか？前回と今回で慣れてきましたか？うん。慣れることが大切。なので、勉強を始めたばかりだと、まだこの2回目の動画を見ているときに、勉強のペースがつかめないって方もいるかもしれませんね。結構勉強のペースってつかむの時間かかりますから、多分ですけども、憲法から順番に取説のテキストを見ている方は、憲法が終わって民法、次行きますが、民法の大体途中ぐらいでペースがつかめてくるのかなというところ。で、一点お願いしたいのが、やはり問題ですね。問題解かないと、どこを覚えたらいいのかですとか、こう当たりがつきませんからね。なので、結構いらっしゃるのが、問題が解けないのが嫌だと。だから、ある程度テキストで覚えてから問題解きたいって方いますけど、これ逆効果ですから、とにかくテキスト見た後はバンバン問題解いてください。で、そのツールとして、もう一冊、合格の取説の問題集がありますから、
あれは取説のテキストと解説ページリンクしてますからね、復習しやすくなっているので、ぜひ使ってあげてくださいね。はい、では2回目以上なんですが、次が、3回目ですね。次回の予告、3回目はこれも憲法基礎学第3回目、裁判所について見ていきます。いわゆる人権統治の統治なので、結構先読み進めないと次の講義見れないんですけども、はい、裁判所のテーマまで読み進めていただいてから動画をね見ていただきたいと思います。はい、では2回目の講義は以上となります。お疲れ様でした。次回もよろしくお願いします。